では、はじめまして、しゅんなと言います。でまず1曲目歌いたいと思います。ギリギリだって一人きりだって負けたくないの冗談じゃないわ。どんくらい anymore、 どんくらい anymore、 強くならなきゃ言い聞かせてる。どんな時でも泣かないから。ぬくもり感じ眠ると幸せだった。それが永遠に続くと思ってたなのに、どうしてなんだろう。信じてたものは嘘だったの。こんな時そばにいてくれたらいいのに。震える足で出たくないの冗談じゃないわ。 Don't cry anymore、 Don't cry anymore、 強くならなきゃ言い聞かせてる。どんな時でも泣かないから。どこを探しても私の居場所が見つからない。声が聞きたいよ。本当は痛いけど振り返らずに歩いていかなくちゃ。ギリギリだって輝きたくて私ならまだやれるはずだわ。 Don't cry anymore、 Don't cry anymore、 涙こらえて顔を上げたら大丈夫だよって呟いてみる。何を信じたらいいのかもわからなくて、もがいて迷って弾けそうになる時だってあるよ。たとえかすかな希望だとしても持ち続けたい、ずっと。ギリギリだって一人きりだって負けたくないの冗談じゃないわ。 Don't cry anymore、 Don't cry anymore、強くならなきゃ言い聞かせてる。無理やりだって生きてゆくんだ、終わりじゃないわ。 Don't cry anymore、 あなたの声を思い出してる。どんな時でも泣かないから、いつかきっと笑えるから。ありがとうございました。宮野どんくらいにもでした。
暑いですね、結構汗がやばい。改めまして自己紹介させていただきます。春菜と言います。よろしくお願いします。私もすっごい今緊張してて、絶対ここに座ったら緊張するから何話そうかなと思って、昨日ちょっと紙に書いたりはしてたんですけど、その紙を忘れて今日の朝忘れたのをさっき思い出して、でちょっとテンパってます。何を話そうかなとテンパってるんですけど、でも普段もちょっと話すのが苦手なんだって言いながら、グダ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 話してるのでなんとかなるかなと思ってます。はい、では次の曲いきたいと思います。片思い。例えば君の顔に昔よりシワが増えてもそれでもいいんだ。僕がギターを思うように弾けなくなっても心の歌は君で溢れているよ。高い声も出せずに思い通り歌えない。それでも頷きながら一緒に歌ってくれるかな。割れんばかりの拍手も響き渡る。歓声もいらない。君だけ分かってよ、分かってよ。誰に夢が叶ったの。お似合いの言葉が見つからないよ。誰に夢が叶ったの。愛してる。たった一つの、たった一人の生まれてきた幸せ味わってるんだよ。今日がメインディッシュで終わりの日には甘酸っぱいデザートを食べるの。山も谷も全部フルコースで気が利くような言葉はいらない。素晴らしい特別もいらない。ただずっとずっとそばに置いていてよ。僕の思いは年を取ると増えてくばっかだ。好きだよ、わかってよ、わかってよ。ねえ誰に夢が叶ったの。お似合いの言葉が見つからないよ。誰に夢が叶ったの。愛が溢れてゆく。忘れてしまってもちょっと辛いけど、それでもいいから僕より先にどこか遠くに旅立つことは絶対許さないから。生まれ変わったとしても出会い方が最悪でもまた僕は君に恋するんだよ。僕の心は君にいつも片思い。好きだよ、分かってよ、分かってよ。誰に夢が叶ったの。お似合いの言葉が見つからないよ。誰に夢が叶ったの。ねえ誰ございました。暑い。ちょっと多分お気づきの方はいると思うんですけど、汗がたらっと垂れてすっごい今暑いです。暑い。はい、ということで、私はいつもですねツイキャスという、アプリで弾き語りの配信をしています。でたまにツイッターの方でだいたい1分ぐらいの動画を出してるんですけど、
最初は私ツイキャスの配信始めた時にギターではなくてピアノを弾いてたんですね。でピアノのその耳コピーをやってるのをちょっとなんか自分一人だけじゃあれだなって言って、なんでかわかんないけどツイキャスを始めて、でそのツイキャスの中でギター弾いてる人を見つけ、あギター弾き語り自分もやりたいと思って、そっから始めて約2年ちょっとぐらいになるんですけど、自分がこんなライブに出れるとは思ってなくて、今日初めてのライブなんですよ実は。なんですごいなんかいろいろ思うこともあるし、でもこうやっていつもは携帯に向かってコメントを読んで独り言のようにやってるんですけど、こうやって人が目の前にいる状況でやるのもなんかお客さんの顔も見えるし自分の表情も見てもらえるし、とってもいいなと思って楽しくできそうです。はい、では次の曲、歌わせていただきます。心なしという曲です。ねえもしも全て投げ捨てられたら、笑って生きることが楽になるの。まだ胸が痛くなるから、もう何も言わないでよ。
僕に心があるならどうやってそれを見つければいいの。少し微笑んで君が言うそれはねここにあるよ。心なしでした。ありがとうございました。やばいですね、暑いです。私すっごい汗っかきなんですけどもう汗止まんないもうさっき目に入りそうでやばかったですはいでは、最後の曲になります。スーパーセルのパーフェクトデイ。心の中で小さな賭けをしたんだ。白線から落ちたら負け。昔こんなのやってた。ああ、なんか懐かしい。It's a perfect day. 飛行機雲を走って追いかけた。いつか手は届くってそう信じていたけど、空はあまりに遠かったから、ちっぽけな自分が悲しく思えたんだ。席が降ってきてるとしても、私は気がつくこともできず、天国行きで言え、まあいいかそれもありかな。あの日小さな冒険、少し強くなれたよな。It's a perfect day. 飛行機雲を走って追いかけた。きっと手は届くって誰も信じてないけど、私知ってるだよ。だってほら見える、絶対捕まるんだから。行き止まり飛び越えて走る。どこまでも It's a perfect day. 飛行機雲をあさって追いかけた。青いキャンバスに一筋の雲が駆け抜けた。いつかの空と同じだから、今もう一度だけ手を伸ばした。
はい、お疲れ様でした。え、マイク入ってる？マイク入ってない？あ、ごめんね。じゃあね、ちょっとプロフィール欄でね、あ、来た来た、プロフィールでね、ちょっと気になる文章がいただいてたんですよ。あの、ほぼ初めてのライブってどういうこと？ほぼっていうのは何なの、それ？近くに、うん、島村学園が、ああ、はい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 、そうなんですか。でなんでこういうアコパラってやつ、そうですね、うん、しっかりとしたライブは初めて。そうなんだ、なるほどね。近くにイオンモールがあるってこと ね、 ねバレバレな感じで、まあ、どこは言わないですけど、なんか社会人、社会人です。なんかめっちゃ若く見えて高校生かな、高校1年生か2年生かなと思ったけど、高校生に見られない。ねえ、でも声が高い、声が高い。あと、メガネがね、こう、メガネがずれてくるのを直そうっていうのが、結構あれですね。あの、あれですね。あの、意図的に自分のこう、可愛いところをアピールしてるのか、汗、単純に汗なのか、どっちなのかちょっと、あの、判別つかなかったんですけどもね。はい。あ、次の出演者さん、準備始めててくださいね。はい。シュンナさん、初めてだったんですけど、どうでした、この場所は。お、本当に、うん、今歌ってる時もみんなの方があのよく聞いてくれてて、うん、すごい楽しく歌うことができた。あ、よかったですね。そして眼鏡は目悪くないの？あれは伊達なんだ。そうかそうか、じゃあそれがデフォルトなんですね。そっか。あとね、気になったことがあって、アーティスト写真いただいてたんですけども、なんか両脇になんかピンク色の物体とかたくさんあるんですけど、あれは名前とかついてる感じですか？はい、結構ああいうちょっと大きめのぬいぐるみが好きで、うん、はい、でいつも布団にいる子たちなんですけど、はいはい、一緒に撮るときにちょっと並べてみたらいい感じだなと思って。なるほどね。全部うさぎ、うさぎとクマ、うさぎとカメじゃなくてね、カメじゃないですね、クマだったんだ。あれちょっと後でゆっくり見てみますね、はい、なんかあのアーシャもあったんで、高校生とかひょっとしたら中学生かなと思ったんだけど、実は酒飲める、酒飲める、あ、酒飲める年で、全然見えないけどね。わかりました。じゃ次のライブとか出演とか告知とかあれば、次の、告知というかライブはまだ決まってはいないんですけど、はい、いつもツイキャスで、配信をしています。ツイッターの方も、やってるので、よかったら覗いてみてください。はい、ありがとうございました。シュンナさんでした。